こんにちは、こんばんは、ネコッピン TV です。はい、今日はですね、お菓子ですね、スイーツですの紹介になりますね。これはですね、東京カラメリゼシューケットっていう、お菓子です。はい、じゃあちょっと中身見てみましょうね。東京のお菓子ですね。あ、こんな感じですね。はい、こんな感じ。なんか紙が入ってまして、東京カラメリゼシューケットって書いてますね。こだわりのシュー生地にキャラメルソースをたっぷり振りかけました。ふんわり柔らかなのにさっくり香ばしい東京生まれの、お菓子だって書いてますね。はい、こんな感じですね。はい、こういうふうに書いてます。はい、ちょっと時間がないんで読めよって言われますけど、はい、じゃあちょっと一つ試食してみます。あ、硬いですね。うん、やばいと思ったら硬かった。サクサク。これ表面で、キャラメルのめっちゃあるのかね、コーティングされてるというか、はい、はい、美味しいです。はい、それとですね、北海道メープルそうです。いや、さっきので変なの入っちゃった。ちょっと期間に、はい、気を取り戻してっていうのかな笑っちゃう。北海道メープルクリームのパンケーキ、蜂蜜入りですね。北海道牛乳使用です。はい、開けてみます。はい、ではちょっと、あ、これも柔らかいですね。こういう感じです。はい、パンケーキですね。ちょっとこれもちょっと一回食べてみたい。本当にパンケーキって感じ。メープルのクリームが美味しいです。美味しいですね、なかなか。これね、やっぱ牛乳と一緒におそらく食べたらもっと美味しいですよね。はい、北海道メープル、メープルクリームのパンケーキ、蜂蜜入りと、東京カラメリーゼシューケット。はい、なんかあの表面に、キャラメルのコーティングされてとても美味しいです。サクサクっとしてます、の2つ紹介しました。はい、ちょっと離れた方がいいかな。こんな感じですね。それじゃあね、またね、バイバーイ。
にゃん。